赤番のホーム7番手から進出は8番藤本です。さあ関東ライン3社が4番小林を抑えて、さらに7番三浦翔太北勢も乗っていきました。6番手に車を下げていった4番小林良部、残り2周を切りました。さあ8番藤本龍也、やや誘導との距離を置いてバックストレッチ。6番手から先に発進は4番小林、これを見て8番藤本龍也行かせません。残り1周半、内をついては北勢、7番三浦翔太。さあコースの内中外大きく広がって7番三浦翔太が先頭に立ちました。1番工藤離れてしまっている。さあ2番手にはまる格好、4番小林、3番の春日、そして9番原岡大志郎です。さあ千葉勢が3人 2番手から4番手を占めて、残り1周切って2コーナー踏み上げる4番小林良部、抵抗する7番三浦翔太、捉えた4番3番小林、3番春日隼人が2番手から、そして9番唐岡大志郎、千葉勢が襲いかかって、さあ前段3人入れ替わるか。8番の藤本龍也も縦足鋭く、さあ先頭4番小林を捉えるか。3番春日並んだ、全く並んでゴールイン。3着2番小室孝弘。